鉄道カラーの瓶。現行品は右側の瓶とデザインである。鉄道カラーのスプレー。現行品は右側のデザインとキャップである。鉄道カラーはグリーンマックスが発売している鉄道模型用塗料。製造は藤倉化成。かねてより金属製、またはペーパー製の鉄道模型向けとして、マフハ模型や日光モデルなどから、 ラッカー塗料が発売されていたが、ラッカー塗料はプラスチックを犯すため、プラスチック製品には使用できなかった。そのため、プラスチックを犯さない鉄道模型用塗料として、1978年頃、軍勢産業から鉄道模型用塗料がミスターカラー内にシリーズとして追加発売された。折しも1970年代末期は、ブルートレインブームに代表される鉄道ブームが、 巻き起こったため、それに伴う、鉄道模型車両工作やストラクチャー工作、さらに N ゲージの飛躍的発展が、燃焼車の鉄道模型への大いなる需要を喚起した。それに刺激を受け、翌1979年宝も軍勢に、対抗するべく鉄道カラーブランドとして発売された。宝は、当初燃焼車やビギナーの車両工作にも対応できる、よう、 塩ビ製の小型カップ6個に小分けしたカラーセットを販売していた。ブルートレインや L 特急、近鉄特急等の私鉄特急用がリリースされていた。後に宝の塗料分野からの撤退に伴い、グリーンマックスが引き継いだ。現在の製品は瓶入りの液体塗料、缶入りのスプレー塗料が発売されている。性質としてはクレオスのミスターカラーと同じ油性アクリル系塗料で、 あり、シンナーなどは、クレオスのミスターカラー用のものが利用できる。A 字表記は、宝時代及び、グリーンマックス時代初期は、レールロードカラーであったが、現在は、レールウェイカラーとなっている。2013年4月10日、出荷部により、瓶入りカラーの本体価格が350円に改定。GM 鉄道カラーの項目も参照。鉄道で使われる色に特化した色が揃えられている。 基本的には実物の色を再現しているが中には朱色4号や青15号のような実際の色調とは大きくかけ離れた色もあるため後発のメーカーがより忠実な色調の製品を出すきっかけともなったラジコンカーやプラモデルなどの鉄道模型以外の模型製品に使用する愛好者も多い吹き付け塗装に使えるスプレーも併売されている 通常サイズの他に色によってはロングサイズの缶入りのものもある。スプレーにしかない色も発売されている。カタログにはキャップの裏に少量を吹き付けてタッチアップに使用する方法も紹介されている。現在のキャップは使用後のガス抜きにも使えるものだが、戦術のタッチアップにも使いやすいように改良されている。ありがとうございます。